最短名犬ということで。それでは後ろ、いいですか、これで振り子みたいにこうやって1、2、さあ中井俊一先生にどうぞ、先生どうぞ。あの目から鱗の犬、まあ、73というのはあの年寄りだと言いたくなるんですけども、あの80の人から見れば何が73で年寄りって口慎めみたいなことを言われますので、まあ、少しだけ年を取ってきたということです。舞台平均寿命が青森が46、男は本月で女性は後ろから3番目だったんです。女性の短命犬っていうのは日本で一番の短命ですから、一番奮起を促しやすい言葉でもあります。まあ、いずれにしても総合力が女性の権利に劣っているということは、これはやっぱり謙虚に受け止めなくちゃいけない。あった博士なったんですよ、もうご縁があって。でそこのスタッフで一緒に、あの子供たち、おじいちゃんおばあちゃんまで幅広く体操をさせていただいてます。私佐藤邦子と申します、よろしくお願いします。で今日は振って回す、はい、そのままずっと回す、はい、自分の手です、自分。じゃあその場に立ってください。とても簡単なので、最初チャチャチャラチャチャラチャララチャチャラ、それチャ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 ララララチャチャってやったら横でポン、横にポン、横にポン、横にポン、お月様、お月様、お月様。